こんにちは、授業準備 TV の梅子です。4年生から始まる都道府県の学習、47都道府県の名前や特徴、地図上の位置などの暗記に苦手意識を持っている子どもも少なくありませんよね。都道府県の暗記に苦手意識を持っている子どもたちが楽しんで学習を進められる実践は何かないかと、お悩みの先生に向けて、今回は子どもたちが楽しく都道府県を覚える実践を2つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子どもたちが楽しく都道府県を覚える実践、1つ目は都道府県挑戦状です。都道府県挑戦状では、このように架空の団体から挑戦状が届きます。朝黒板に貼り出しておくことで、学校について子どもたちが騒然とします。挑戦状に書かれているルールは主に3つです。1つ目はクラス全員で都道府県の暗記テストに挑戦するか決めること。2つ目は挑戦する場合はクラスの平均点が93点以上になるのを目指すこと。3つ目は全クラスの平均点が93点を超えた場合は、子どもたちの勝ちとして合格賞をゲットできること。子どもたちはまず挑戦するかの話し合いを行いますが、今まで辞退した学校はありませんという文言で外向きの視点が働き、挑戦することを選ぶことが多いようです。そして挑戦することを選んだ子どもたちはゲーム感覚で暗記に挑戦します。合格賞ゲットを目指すことが子どもたちのやる気に火をつけるポイントになっていますね。またこの実践では、自分だけが暗記すればいいのではなく、クラス全員が暗記する必要があるため、子どもたちの共同学習にもつながります。期日の1週間前などに全クラスの平均点を出すことで、学級対抗で切磋琢磨して暗記するきっかけにもなりますね。47都道府県を暗記して記入するというシンプルな実践内容に見えますが、導入に一工夫することで子どもたちが本気で暗記に取り組む環境を作ることができます。投稿者の先生の記事には、実際に使用された挑戦状の詳しい内容や先生向けの確認書が掲載されていますので、ぜひ実践の参考にしてみてくださいね。子どもたちが楽しく都道府県を覚える実践、2つ目は都道府県天下統一ゲームです。都道府県天下統一ゲームでは、100円ショップなどで手に入る都道府県カルタを使用します。投稿者の先生は10セットほどまとめて購入して実践で活用されているそうですよ。早速ゲームのルールをご説明します。はじめに子どもたちは赤、黄、青などそれぞれの色を決めます。色が決まったら都道府県カルタを行いますが、この時今日のテーマを指定します。今日のテーマには人口や面積、世界遺産の数など都道府県に関することを指定するようにしましょう。カルタが終了したら、自分が取った都道府県を地図シート上で自分の色に塗っていきます。最後に地図帳を見て今日のテーマを調べながらポイントを加算していきます。そしてポイントが一番多かった子どもが天下統一ゲームの勝者です。このゲームの面白いところは、カルタの枚数で負けていたとしても、テーマの内容によっては逆転勝利をすることが可能なところです。例えばテーマが面積だった場合、一番大きな北海道を狙う子どもが多くなりますよね。しかし人口だった場合はどうでしょうか。東京都や大阪府などの大都市が狙い目になります。また世界遺産の数や歴代総理大臣の出身の数など予想がつきにくいものをテーマに設定する場合には、ペアやグループで実践を行うと子どもたちの学びを深めることにつながります。カルタを繰り返し行うだけでも都道府県の特徴を自然に覚えることにつながりますが、それぞれの都市の特色や地理的な情報を知ることが天下統一する近道となるため、子どもたちが自主的に調べながら学習を進められそうですね。またオリジナルルールとして、ボーナス券、ドボン券を決めて、その券を取った人はポイントの追加、減点などを行ったり、県庁所在地と県名が違う県の場合はポイントを2倍にするなど、ルールのバリエーションを豊かにすると、さらにゲームが楽しめるそうですよ。ぜひ実践の参考にしてみてくださいね。今回は子どもたちが楽しく都道府県を覚える実践を2つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。